はい、皆さん、毎度毎度。ちょっとね、64倍速でね、シャンプーの時間を測ってみるね。はい、こんなもんだね。毛染めシャンプーね。ま、何回も言ってるけどね、バイクの油汚れのチェーンかなんか洗ってるわけじゃないからね。基本、水で洗える汚れを洗ってるわけだよね。毛染めのカップ、いちいちさ、洗剤つけて洗ってるあんなもん、お湯とスポンジでやるのが一番簡単だよね。指でやるよりね、スポンジで洗うと早いよね。で、いちいち洗剤つけないよね。どうよ、先生。 科学的に言ったらさ、シャンプー剤と毛染め剤が混ざるじゃないその混ざったさ、泡でさ、いつまでも揉んでてさ、どうなんのよ頭は気持ちいいかもしんないけど、髪の毛はそれ以上綺麗になるような気しないんだよね。それだったら速やかにその泡を洗い落として、また次の新しい洗剤つけた方がいいよね。物をさ、洗うっていうのは、洗剤と汚れが混ざって、それをお湯で落とすわけでしょ、まあ、前回も書いたけどね、みんなのシャンプーはさ、汚れた泡で頭をかきましてるだけなんだよね。って言ったらまたさ、バットボタン増えるかもしんないけど、 まあ、シャンプーってのは科学的に考えてた場合、洗剤をつけて速やかに薄着落とす。油っこい人の場合は、いつまでもその泡で揉んでねえですぐに、また次の新しい洗剤をつけて、揉み、もむ泡と油を混ぜる。混ざるのにも限度があるから、したらまたすぐに洗い落とす。泡立ちが悪いっていう場合は、油が勝ってるからね。泡立ちが悪い人の場合はいつまでも揉んでねえですぐにすいらはがいいよね。 で、その状態で、また新しいシャンプー剤をつけるこれ繰り返した方が早いよね。まあ、こういうのはベテランの先生ってのは分かってるけどね。まあ、あの、若いスタッフさんだとね、分かってないでね。なんか汚れた頭のさ、泡かった,ったねのいつまでもシャ、もシャ、もシャ、もシャしゃしゃ、シャ、シャカ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 やってっけど、さ、もう、疲れるだけと。今動画さ、写真撮りたかったね。サダコ。ショートのサダコ。 ま、あ科学的に考えていくとね、シャンプーと油は一瞬で混ざるわけでしょ混ざったシャンプー剤ってのはもうそれ以上仕事しないんだからすぐに洗い流すべきだよね。それじゃあね、気持ちよくないからってで、ね、みんなシャカシャカやんだろうけどね。あとさ、本当に汚れたロングの人、シャンプーする前にブラッシングするんでしょまあ、あ若い人はブラッシングすると痛がる人もいるけどね。まあ、あ痛がらない人なんか、ブラシにね、それこそね、安いシャンプー、レモンでシャンプーくっつけてね、それでブラッシングしちゃうんだよね。そんでね、かゆがりの人いるでしょ血が騒いでかゆがりの人。あれはもうね、手がね、一いぐらいで温度を上げちゃうの。 んで気持ちいいって言われるから。これはね、嘘だろっていうぐらい。いや、本当なんだよ。何人かいたよね。本当にね、暑くてもね、気持ちいいっていうの。もちろんね、常識の暑さなんだけど、自分がシャンプーした時、もう自分の手がもう、これ以上は温度上げらんないって思ったね。それで、やっとね、あ、気持ちいいって言われたからね。まあこれ、よく十分ね、注意してね、やけどさせないようにね。ちょっとやってみると面白いね。かゆがりで血が騒ぐ。ね、おばちゃんかなかだね。はい。で、本日最後のね、コメント返し。 スマイルインワンダーランドさんだね。お姉さんね。綺麗なお姉さんだね。なんでね、このお姉さんからメールが来たらね、思考が止まるかって言ったらね、まあ自分は口悪いからね、余計なこと言ってね、嫌われたくねえんだよ <laughs>。まあ男ってみんなそうだよな。まあ、いくつになってもね、やっぱり綺麗な人がね、いるとね、緊張するよね。あそこのね、お姉さんもね、英語はできるしね、あの動画作りの背景のセンスとかもいいしね、まあ頭もね、良さそうだからね、これからね、どんどん伸びるんじゃねえかな。自分で研究してね、悩んでね。 うちもね、本当に人のことを言えないかんね。本当にね、前回的ね、1000人になるのに何年かかったかってね。あの当時はね、人数なんか関係なかったからよかったけどね、今そうは言ってらんないかんね。多分うちはこれ、あと1年ぐらい。年内無理だろうね、1000人はね。ね若い方はいいのよ、まだ時間があるから。我々はもう、あとやったってね、もうカウントダウンだよね、何年。これも多分何年しかできないと思うんだよね。このね、YouTube のね、再生回数もね、 あの、登録人数もね、まあ、つまんねえからなんだよね、本当にね。伸びねえのは。まあ、でもね、原因が分かればね、問題の8割は解決するって言うんだよね。ただこればっかりはね、ものづくりのセンスとかね、人の心をつかむ何かしらってのあるからね、カリスマ力みたいのがね。まあ、うちはね、希望だけは捨てずに頑張っていくけど、まあ、親父だからね、親父が何ができるかね。意外とね、視聴者っていうのはさ、動画からさ、 配信してる人の心を読んでるような気がするよね。わざとやってる、字でやってる、本音で言ってる、嘘を言ってるね。すべてなんか、お見通しじゃないけどね。うん、やっと目が覚めたね、お嬢さんね。ね、うちもね、YouTube をさ、動画、作り、改革しようと思ってね。英語でさ、調べたんよ。したらさ、リフォームってなってるのね、改革って。なんか、モチベーション差がんね、リフォームだぜ。もっとごっつい英語を聞きたかったよね。 で、美容業の動画だとさ、無難なんだよね、全部ね。失敗はほとんどないしね。だから見てる人にとったら、気象転結の点がないんだよね。だから平坦な動画で終わっちゃうんだよね。だからよっぽど言葉で面白く盛り上げないとね。もう実力の限界っていうのはあるよね。でもね、再生回数伸ばそうと思ったらね、やっぱ考えなきゃダメだよね。哲学だよね。考え続けること。で、あと何でもやっちゃう勢いだよね。 やっぱりね、うちもですもっとね、バカやんなきゃダメかもしんないね。もう、芸がないから、芸がなければ、あともう、バカやるしかねえだろう。まあ今までもね、考え続けてこんなもんだからね、もう、ダメかもな。<laughs> まあいいけどよ。はい、お疲れ様でした。